それではね、植物の光需要体について説明します。概要はこんな感じです。ね、テストまで時間がなかったらね、あの、この表をね、スクショして、ね、あの、チェックしておきましょう。ね、3つの、えっ、ー、と、光需要体。ね、フィトクロム、フォトトロピン、クリプトクロム。これね、まあ、えっ、ー、と、教科書にはね、結構断定的に書かれてるけど、まだまだ分かってないこといっぱいあるし、結構ね、えっ、ー、と、いろんな反応が、お互いに協力しながらやってる反応とか結構あって、これ別に明確にこれ、 えっと、線引きできないんですよね。だけど、まあね、あの、フィトクロム、えー、フォトトロピン、クリプトクロム、ね、それぞれよく吸収する光の色は、ね、赤色、塩赤色光、ね、青色、青色と、ね、青色を青色光。で、関与する反応が、フィトクロムは化学形成と光発芽、ね、光発芽種子のね、光発芽。で、フォトトロピンは、光屈性とか、あとは、あと気候を開けたりする反応とか、あとはね、葉緑体がね、あのー、 弱い光を求めて動いたりとか、強すぎる光を避けるような運動、ね。葉緑対光低運動とか。あと、クリプトクロムはね、えっと、身長を抑制する。えっと、光があんまり当たんないところでは、芽生えなんかね、ひょろーっと長く細くね、本当にもやしみたいに、あの、もやし状に身長することが知られてて、で、光が当たると、そんなことしないんですよ。 なまあ当たり前だよね。だって光がないところでは光を求めて、ひょろーっとね、長く上に上に伸びた方がいいよね。光が当たってないのに、何仕様なんか展開したりとか、葉緑体とか発達させても意味ないもんね。だから、えそんなことせずに、光が当たらないところでは、ひょろーっと長く伸長して、で、光が当たったら、ね、あの、慎重するのをやめる。その光が当たったら伸長するのをやめる。その,あその光が当たるっていうのをし、しきあの、感知してるのがこのクリプトクロームだね。 ではね、あの、一つ一つ詳しく見ていきます。フィット、クロム、ね、植物、色素、ね、植物の色素って意味ですね。そしてね、このネーミング規則気をつけてね、ネーミングのルール気をつけてほしいんだけど、赤色光を浴びたら、赤色光吸収型と、塩赤色光吸収型、どっちが増えますかって言われたときに、なんとなくね、赤色光をいっぱい与えたら、赤色光吸収型が増えていきそうだけど、それ間違いなんだよね。これ、赤色光吸収型って、 赤色光を吸収して別なタイプに変わっちまうぞっていう型って意味なんですよ。だから、赤色光を浴びたら、赤色光吸収型が赤色光を吸収して、塩赤色光吸収型がたくさんできるんだよね。ここ気をつけなきゃいけないね。で、塩赤色光吸収型も同じ。塩赤色光吸収型っていうのは、塩赤色光を吸収すると別の方、つまりね、赤色口吸収型にチェンジしてしまうよっていう型だから、塩赤色光をいっぱい与えたら、 塩石色光吸収型が、塩石色光をいっぱい吸収して、赤色光吸収型がいっぱいできる。塩石色光をたくさん与えると、赤色光吸収型がいっぱいできる。で、赤色光を与えると、塩石色光吸収型がいっぱいできるから気をつけて。これね、テスト中気をつけ、テストテスト中気をつけて、あ、炎石色光吸収型だから、塩石色光を吸収して、赤色光吸収型に変わってしまう方なんだなってね、もうしっかりね、あのメモしてもいいくらい、テスト用紙にね。 ちょっと気をつけよう。それで、えっと、あの、有名な実験があるよね。えっと、遠赤色光と赤色光そしてまた遠赤色光っていう風に、二つの種類の光を交互に照射して、で、最後に当てた光の種類で反応が起こる、起こんないが決まるっていう有名な実験がありますね。まあ、あんな実験があったから、もともと、もともとね、あの、二つの型を行き来するような、ね、二つのタイプを行き来するような、何か化学物質が関わってるんじゃないかと言われてたんですよ。まあ、実際一車があったわけですけど、あったわけですけど、 でまあ、あれって、まあ、スイッチと同じで、ね、えっと、スイッチだってオフにする、オンにする、オフにする、オンにするをいくら交互に繰り返しても、最後にスイッチをオフにすりゃ消えるじゃないですか。で、最後にいくらオンにする、オフにする、オンにする、オフにするをいくら交互に繰り返しても、最後にスイッチをオンにすりゃスイッチはつくじゃないですか。それと同じで、いくら遠赤直行、赤,色行赤直光遠石直ね、交互に繰り返しても、最後に赤直光を当てれば、ね、 ヒトクロムは、塩石色光吸収型が多くなって、ね、いろんな反応を起こしていくっていう。まあ当たり前の話なんですね。そんでね、この塩石色光吸収型のヒトクロムがね、あの、光発芽種子の発芽とかね、あとは化学形成の制御なんてね、いろんな化学反応を起こしていくわけです。ね、赤色光を浴び、赤色光を浴びると、塩石色光吸収型のヒトクロムが多くなって、ね、光発芽種子の ね、発芽が促進されるっていうのは、まあ当たり前の話で、だってね、えっと、赤色光って光合成に使える光だよね。だから、光合成に使える光がいっぱい降ってくるな、ここで発芽しても OK だなっていう合図になってるんだよね。だってさ、上からね、赤色の光が全然降ってこないってことはさ、多分こんな状況なんだよ。こんな状況。赤色の光が上から全然降ってこないっていうのは、上に、まあ別にね、あの、これ別に葉っぱじゃなくてもいいんだけど、上に、 赤色の光を何か吸収しちゃうような、何か別な物体があるんだと、こんなところで発芽したって、まあ、実際ね、あのえっと、植物の、ね、クロロフィルは、植物の持っているクロロフィルは赤色の光を吸収して、ね、そして、ね、光合成反応するわけだから、こんなふうに上でね、上でね、あの大きな大人が全部赤色の光吸収しちゃってたら、葉っぱの下からは赤色の光,の赤色の光があんまり出,ない出てこないわけですよ。 そんなとこで発芽したってね、死んじゃうだけだから、光合成的に死んじゃうだけだから、まあ、こんな状況になっちゃったら、えっと、発芽はしたくないと、ね。上からちゃんと赤色の光が入ってきてるぞっていうのを確認してから発芽したい。だから一車があるんだよね。赤色の光が入ってきたぞ。遠赤色,色光吸収型の一車が多いぞ。発芽してもいいぞっていうね、そのアイになってるんだよね。 じゃあ最後にね、えっと、難関代受ける子のためにね、ちょっとね、あの、教科書にないようなことを話しておくと、これ、赤色光吸収型と、塩赤色吸収型って、これ別に、100ゼロじゃないんですよ。当たり前だけどね。100ゼロじゃなくて、これ平行の、平行の状態にあるんですよ。あの、100ゼロじゃない。当たり前だよね。全、フィトクロム全分子が、塩赤色光吸収型になるわけないって、ちょっと、えっと、常識でわかるよね。だって、塩赤色光吸収型って、ちょっとだけ赤色光も吸収しちゃったりするんですよ。だから、 100%混じりっけなし、塩赤色光吸収型にフィトクローム全分子が変わっちゃうようなことはなくて、この赤色光吸収型と塩赤色光吸収型の割合によって反応が起こる、起こんないが制御されているってことですね、現実的にはね。あともちろんね、赤色光とか塩赤色光とかの感触がね、あの、えー 自,自然界にはね、あの、あるわけではないからね、あの、ほぼないから、ほぼ自然界には、こんな風に、赤色光とか遠赤色光だけが、あの、降ってくることなんてないから、普通ね、あの、赤色光多めの光とかね、遠赤色光多めの光とか、ね、そんな風に、赤色光、遠赤色光の、どっちの比率が大きいかなっていうのを、ね、実際には自然界では一車は感じてるってことね。で、フォトトロピーもね、簡単に見よう。このフォトが光で、トロップが曲がるって意味ね。 これ、フォトトロピンって、あの、これ、光屈折って、フォトトロピズムって言うんですよ。光屈折って、フォトトロピズムって言うんですよ。まさにこれがネーミングなんだよ。フォトトロピンって。だから、フォトトロピンがね、どんな現象に関わりますかって言ったのに、光屈折選ばない、選ばないわけないよね。<laughs> ね、このフォトトロピンって、もうほぼ丸々光屈折って意味だからね。ね、あの、青い光を浴びるとね、そっちに曲がるっていうね。これを光屈折って言いますね。あの、光の方向に曲がるね。あと、フォトトロピンはね、気候の開口に関わります。 これが気候で,で、気候のこのね、気候のを形作ってるこの二つの細胞が後変細胞ね。ちょっとこれあの、これ図に書いてないけどね、あの、後変細胞葉緑体があるから気をつけて。他の表皮の、他の表皮細胞葉緑体ないけど、この後変細胞だけには葉緑体があるからあ気をつけてね。今回ちょっとテーマじゃないんで触れてないけど。で、これね、最近ね、こんなことあの覚えなくていいと思うんだけど、 大学によってはね、普通になんか知ってるものとして話が進んでいくような問題もあるんで、一応ここね、難関で受ける人のためにちょっと詳しく言っときます。これ、まずね、あのえっと、光,浴び光を浴びせると、あの青色の光を浴びせると気候って開くんですよ。まあ、それは別に合理的だよね。だって、えっと、光がたくさん当たってるってことは、光合成たくさんできる。だけど、えっと、光合成って光だけじゃできない。CO2 がないとでき、CO2 もないとできない。 だから CO2 を取り入れるために気候が開くっていうのはまあ合理的。光を当てると気候が開くのは合理的だ。で、そのね、仕組みまでね、ちょっと問われるようになってるんですよ、最近。まずはフォトトロピンが、ね、あの青色の光を受容します。でこの、ここの間に結構ね、ステップあるんだけど、まあ、全部すっ飛ばして、プロトンポンプが活性化します。H プラスを細胞の外に吐き出すようなプロトンポンプがえっと活性化します。で、細胞の外に H プラスがいっぱい出ます。そうすると、 細胞の周りはだん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 プラスの、プラスの電荷を帯びてきます。そうすると、次に、電位依存性カリウムチャンネルが開いて、カリウムイオンが流入します。あなんかね、えっと、プラスイオンが細胞の外に増えてきたぞっていうのを感知して、カリウムチャンネルが開いて、カリウムイオンが流入します。そうすると、細胞内の浸透圧が上昇して、ね、何か物が溶けてること上昇するんだったよね、浸透圧はね。浸透圧が上昇して、水が入ってきます。で、水が入ってくると、細胞がパンパンに膨らんで、 膨らむんだけど、この後編細胞って気候側の細胞壁がこんな風に分厚くて、これちょっと分厚く描いたんだけどわかるかな気候側の細胞壁のところが分厚くて、で、反対側が薄いんですよ。外側の細胞壁が薄いんで、外側にぐにゃって曲がる形で膨らみます。そうすると、このね、あの、隙間、気候が開くんですね。ちょっとね、難しい仕組みだけどね、チェックしとこう。あと、フォトドロピンって葉緑体光定位運動に関わります。 この葉緑体光低位運動っていう用語自体は基本問われない、問われないですけど、これどういう意味かっついうと、弱い光が当たった時に葉緑体ってこんな風にその光を前面に受けるような配列に配置されるんですよ。で、強すぎる光が当たった場合にそれを避けるように配置されるんですよ。この運動にフォトトロピンという光状態が関わっているって言われてます。 この強すぎる光って、やっぱり光って電磁波でむちゃくちゃエネルギー持ってるんで、下手すりゃ細胞内でわけのわかんない化学反応を引き起こして細胞を傷つけるんですよ。だから強すぎる光を避けるように葉緑体が配置されるっていうふうに言われてます。結構ね、よくわかってないことも、よくわかってないことも多いんだけど、こんなふうに葉緑体が光の強さに合わせてね、あの、配置される場所を変える、そんな運動にフォトトロピンが関わってるって言われてます。あと最後にね、あの、クリプトクロムね。あの、 隠れた色素、隠れた色素って意味だよね。ずっとその科学的な、科学的な性質が謎だ、謎だったんで、えっと、クリプトクローム、ね、隠れた色素っていう風に名前がついてます。まあ、クリプトクロームはね、ポイント1個だけで、えっと、芽生えて、まあ、あの、植物の赤ちゃんね、植物の赤ちゃんって、暗いとこだと、ひょろーっともやしみたいに、長く伸長するんですよ。ひょろーって書いてあるけど、ひょろーって。これ初めに言ったけど、あの、光、なんていうか暗所だから、つまり光がないんだよね。 だから何か、こう、早く、とにかく上に伸びて光のあた、光の当たるところに出なきゃいけないよね。だ,だから、もう、こんなところでさ、葉っぱなんか展開するやつバカじゃん。だって暗いのに、そこで頑張って葉っぱ作ってどうすんのみたいな。とにかく、ひょろーっと長,ひょろ長くてもいいから、とにかく上に伸びて、光の当たるところまで出て、で、そこでね、もし光が当たるんだったら葉っぱを展開するっていう。まあ、そういう風に適応してるわけだね。で、光が当たると、このひょろ長く伸長する。 ことをやめます。ね。光が当たると、ヒョロ長く伸長することをやめます。ね。それは、クリプトクロムが関わって、って言われてます。クリプトクロムっていう光状態が関わってるって言われてます。クリプトクロムが青い光を浴びると、ね、これはまあ偶然じゃないけど、青い光も、えっと、光合成に使う光だったよね。青い光を浴びると、あ、ここだったら、ね、あの、光合成できるくらい光が当たってるなって、じゃあもう、ヒョロ長く伸長することねえなっつって、えっと、慎長が抑制されます。 青色の光をを浴びて身長を抑制で、まあね、いろいろ植物によって反応は若干,こと反応は若干異なるけど、ね、あの葉緑体が発達したりとかね、いろいろ、なんだ、身長をやめて、そこでね、あの太くなっていこうとかね、まあ、そこでいろいろ、なんていうか、光が当たるなりの適応をしていくわけですね。じゃあ、ご清聴ありがとうございました。最後にね、えっと、雑学、雑学だけど、あの3つの,、ね、あの光状態。 語源をもう一度確認しておきます。フィトクロムのフィトは植物。クロムが色素。このフィトクロムのフィト植物って意味で、例えばフィトアレキシン。教科書によっては、ファイトアレキシンって書かれてる教科書もあるけど、フィトアレキシン。あの、フィトアレキシンのフィトは植物。で、アレキシンが守るみたいな意味。ね、あの、植物の持つ抗菌物質をフィトアレキシンって言ったよね。あの、その抗菌物質の総称を、総称をフィトアレキシンって言ったじゃないですか。そのフィトアレキシンの人はね、植物って意味です。 決してね、教科書に、ファイトは歴史と書かれているからといって、ファイトね、ね戦うって意味ではありません。フォトトロピン、ね、フォトトロピズムから来てます、もちろんね。フォトトロピン。ね、あの、光屈性フォトトロピズムから来てます。フォトトロピン。で、クリプトクロムはね、長い間ね、えー、長い間、えー、科学的な性質が謎だった。だから、えー、隠れたって意味のクリプト。ね、そしてクロムが色素です。ね、このふうにね、ちょっと語源。 それぞれの光状態のね、あの語源知っておくと、まあ、ちょっとね、テスト中も安心できるんで、雑学として紹介しておきます。ではね、あのご清聴ありがとうございました。